共同立式より、佐野常よ水野利方筆。佐野現在門の墓場地機を倒る場面を描いた月岡義俊の作。佐野現在門は、鎌倉時代中期の武士だったとされる人物。意味なはとこよ。いざ鎌倉の元となった話、パチ、僕に登場する人物。現在門は、脳の演目、パチ僕の登場人物である。これは、鎌倉幕府執権だった。 北条時寄が高原元年に病で倒れ出家して西明寺入道となり自らの地位を隠し旅僧として諸国アンしたことが記されている太平記やマスカガミを元にしたものだとされる八木では雪の日に旅僧が現在門常世の家に泊まりに来て貧乏ながらも暖を取るために秘蔵の鉢植えの梅待つ 桜を日にくべて精一杯のもてなしをし、自分が一族に佐野省三十四郷の領土を押収されたことを僧に話した。床世は今は落ちぶれているが鎌倉にもしものことがあれば挟さんずる覚悟であると旅僧に語った。僧が旅立ったその後に幕府から招集命令が下り、諸国の武士が鎌倉に駆けつける中に床世もいた。 そこに現れたのは入道となった、時よりで、常世は褒められて執権に召し出されると、あの雪の日に泊まった層が時折りだったことを知る。時よりは常世に、一族に応酬された、佐野省三十余教を返し与え、さらに家でもてなされた時に使った焚木の種類に合わせ、梅松桜の名の付く章を与え、加賀国梅田章、腰中国桜井省、上野国松井田省の領土と、さらに、 小田原城を恩賞として与えた。恩賞の一つとされる桜井の賞は、現在の富山県黒部市三日市であり、市民会館の敷地に、常世の子孫の筆による記念碑がある。常世の屋敷跡とされる、群馬県高崎市上佐野町には、常世神社がある。ABCDE 竹部県一 2015P89 ありがとうございます。